あれ、これは NS フィラーエース。これは確かひび割れ製のものすごい強い下地材じゃなかったっけな。ここに板が2枚あるということは、フィラーエースと一般的な補修材、どっちがひび割れにくいかっていうのを早速テストしていきたいと思います。まずはこちらの柔らかいアクリル板、こちらにフィラーエースを塗っていきます。そしてもう一枚同じものをご用意させていただきました。こちらには一般的な補修材を施工していきたいと思います。それでは早速作業していきます。それではまず最初に付着を良くするために、こちらの板に目荒らししていきます。それでは目荒らし終了したので、続いてフィラーエースの練り混ぜを行っていきます。こんな感じです。材料はそれでは練り混ぜ終了したので、続いて、塗り付けを行っていきます。フィラーエースの塗り付けが終わりました。続いて一般的な補修材、こちらを塗り付け行っていきます。こちらフィラーエースと一般的な補修材の塗り付けが完了しました。こちらの2つの製品の乾燥を待って、実際に曲げても本当にひびが入らないのか実験していきたいと思います。それでは養生していきたいと思います。それでは先日塗り付けを行った NS フィラーエースと補修材の効果が完了しました。どのぐらいひび割れしづらいのかを実験していきたいと思います。まずはフィラーエースです。曲げ幅を比較するためペットボトルを使用いたしました。かなり力を入れて曲げてみましたが、最後までフィラーエースにはひび割れが発生しませんでした。それでは最後に、普通の補修材やっていきます。こちらも先ほどのフィラーエースと同様、ペットボトルを用いてひび割れの確認を行っていきます。ご覧いただいているように、一般的な補修材ではすぐにひび割れが発生してしまいました。この後も力を入れて曲げてみましたが、どんどんひび割れが発生してしまいました。このように仕上げ材をいくらきれいに施工しても、下地材がこのようになってしまっては全く意味がありません。適切な下地材を施工していただくことがどれだけ大事か分かっていただいたかと思います。皆様いかがでしたでしょうか。ご覧いただいたように NS フィラーエースと補修材の違いが分かっていただけたかと思います。こちらの NS フィラーエースはひび割れにも強く、一般的なビニールクロス下地等にも付着します。また NS フィラーエースは速乾下地材でもあり、2から3時間で自工程に移ることが可能です。ひび割れ防止の抑制にも優れているため、ジョイント部分への下地処理剤としての使用が可能です。水引きを均一にする機能も持っているため、
仕上げ剤をよりきれいに施工することも可能です。今後の仕上げ剤施工の際にはこちらの NS フィラーエースのご採用ご検討をよろしくお願いいたします。